グッドモーニングサンフランシスコ。I'm a wake up to bills. Join them subs is boredom. Working on any more though. やってきましたサンフランシスコ。結構寒い。なんか最近ですね、サンフランシスコ市内マリファナが解禁になって、街中がさっきもちょっと通ってきたんですけど、マリファナ臭い。街中で普通に歩きながら吸ってる人がいたりして。どうですか履き心地。いや、とにかく軽くてめっちゃいい、優しい感じです。購入、気に入っちゃった。あ、購入、山田購入。早速履いてサンフランシスコの街を。これ持てますかね。持てません。靴だけじゃ持てません。そんなに甘くないです。はい、代替肉、植物性の代替肉、人工肉のインポッシブルバーガーを食べに行きたいと思います。うまみバーガー、日本にもありますけど。あるんですか。あります、表参道に。めっちゃ好きなんですけど。アメリカに来てからもうハンバーガーしか食べてないですけど、まあ日本にいてもあんまり実際変わんなかったです。肉しか食ってないんで。着きました、うまみバーガー。インポッシブルバーガー来ました。何してるんですか今。いや、ちょっとトマトとレタスを抜いてるところです。出た。え、普通に言われないと分かんない、めっちゃジューシー。へー、うまっ。本当これ肉じゃないよ。これが肉ですって言われて、うん、食べたら気づかない。インポッシブルバーガー、うん、ほぼ肉、うん、というか肉。肉。激うま。激うま。めっちゃ美味しかった本当に。このミートオルタナティブ代替肉コーナー、ここ全部代替肉ですね。すごいな。すごい。いや、全部代替肉だ。なんか美味しそうじゃないですね全然。結構のホームレスの人とか不労者の人が増えて、ちょっと異様な雰囲気なんですけど、恐る恐るちょっと覗いていきたいなと。ちょっとヤバい地区って言われてるところなんですけど、もうマリパラの匂いがねすごいですね。うわー、全部鉄格子がある、すげえ。入るだけで違いますよね。ちょっと雰囲気変わりましたね、はい、一瞬で。ホームレス対策のための警備ロボらしいです。ホームレスを観察する警備ロボ。Thank you.
ベータ、スタートアップ系のガジェット置いてある有名なベータですね。To quickly learn more about each of the products, but we've got a lot of interesting products from companies and startups all over the world. スマートウォレット。スマートウォレット。うん。おお。どうすか。いや、高いっす。あ、これ10万円。グラビティブランケットじゃない？これ超有名。これ買った方がいいっすよ、島根さん。これ。何これ。これあの、ね、重いんですよ。はい。持ってください。はい。あ、めっちゃ重い。ちょっといいですか、めちゃくちゃ重い、これ何これ。グラビティブランケット、重力です。重力ブランケットってなんかすごいなんか 重くしてるんですよ、わざと。この快眠になるんですよ。重いと快眠、快眠になる。だからセバさん買うべきなんですよ。もう持って帰るのも大変じゃないですか。持って帰ると大変ですね。普通に出ました。お水購入です。